ゴスペルメッセージオンサタデーナイト、土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間がやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしでしょうか。これから1時間イエス・キリストはあなたの人生に素晴らしいことをしかされることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩のお相手をするのは出会い木原誠と木原純子です。よろしくお願いします。皆さんお久しぶりです。私は、先週先々週と2週間抜けてしまいましたので、まあ、3週間ぶりということで本当にお久しぶりです。申し訳ありませんでした。先週はですね、半額弁当、美味しい半額弁当に喜んでしまって間違えたということなんですが、実はもう一つ実は裏がありましてですね、後で話しますけれども、まあ、書かなかったんですけれども、また別にもちょっとね嬉しいことがあったんですね。それで、まあ、間違えたわけなんですけども、それでは早速ですね、そのことについて書いてますので、今日はもう静寂さんからメールをいただいてますので、早速ご紹介したいと思います。ゴスペルメッセージをサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂です。こんばんは。こんばんは。これで、今、3月ですから、11、12、1、2、3と、4ヶ月間ね、ずっとやっておられます。私が休みましたから、私よりも忠実な静寂さんです。はい。はい、今夜は久しぶりにオリジナルメンバーがお揃いになるでしょうか。オリジナルメンバーといいですね。昔本当は光くんというのがいてましたからね、彼が来ると本当にオリジナルメンバーになりますけども、皆さんおかわりありませんか。とおかわりありませんか。はい、おかわりありません。ありませんか。おかわりありません。ラジオでうなずかれても困るんですけどね。おかわりありません。おかわりありません。おかわりありません。私はおかわりをしたいですけども。ですね、はい、ありがとうございます。守られております。うん、さて、先週は門出を迎えて祝福されている A さんと B さん、お二人それぞれの曲のリクエストをお答えいただいてありがとうございましたと。なんか、お二人のそれぞれのリクエスト、私もちゃんとこれメール読んでおりまして、やるつもりでいたんですけども、やってくれてよかったですね。旅慣れたイデア牧師がお乗り間違いになるなんて、よほどお疲れだったのかなと、心配しておりましたら、ご自身のブログであることに喜ばれて夢中になっていたためだと書いておられましたねと。旅慣れてはいるんですけど、新幹線は旅慣れてないというか、昔よく乗ったんですけど、今は新幹線乗ると高いので、九州新幹線ひたすらバスです。バスだと3日間で乗り放題で北部だけだと8000円、九州電気でも1万円、4日間でも1万4000円ということですね。いろんな教会を回るときに、それだとすごくその教会バレばいいわけなので、教会の負担が軽くなるということで、ほとんどバスなんですね。私は本当は電車が好きなんですけども、新幹線だと全然楽なんで、だから、もともとは新幹線も電車も得意で、九州の場合はもうそんなに乗り換えはあんまり難しくないですけども、都会だと私鉄とかいろんなのがあって、もう大阪も東京も、電車の乗り換えは全然苦にならなかったんですけども、今はちょっとそれでバスが多いんですけれども、まあ、新幹線、ホームも間違えて非常に愚かな失敗をしたんですね。で、まあ、あることに喜ばれて夢中になっていたと。それがイデア牧師らしいなと妙に納得し、ニヤニヤしながら拝見していましたと。ようですね。今どんどん音がするんですけども、これは人でしょうか、ネズミでしょうか。いや、なんかネズミがいるような、ラジオ局の天井にネズミがなんか、すみません皆さん、ちょっと今どんどんと音がしたんで一瞬びっくりしてですね、何なんだろうと思ったんですけども、これはですね、あることってのは、半額弁当、400円の弁当を泉の駅でですね、200円で売っていて、半額で400円でも安いと思えるぐらい内容があったのに、半額で200円になったんですよね。それでえらい喜んでですね、それを買って嬉しくて、まあ食べていたのかな、食べてはいたんじゃなくて、食べたのは乗ってからだったの、まあ、それでってことに書いてあるのは、あんまりお役に出したくなかったんですけど、実はちょうどその時娘からですね、日本に帰るんだけど飛行機を探してくれないかっていうメールが入ってきてですね、私はすごく嬉しいんですね。娘からメールを取ると、ほとんど娘は母親に電話しておりましてですね、母親は疲れ切っておりまして、あんまり頻繁なのであれですけど、私の方はですね、またメールもらって嬉しいので、思わずもすぐパパパッと調べておりまして、いろいろ調べてたらですね、行く方も間違えたっていうのは、実は弁当もなんですけど、実はそっちの方がもっと大きい理由なんですけども、で、それが実は本当の理由なんですけども、その、まあ、弁当も実は大きな理由だったんですけども、まあ、そういうことなんですね。でも全然私は そういう理由だったんで、あいたと思ったんですけど、だからといってこんな時にメール送っていいとは思わなかったですよね。非常に嬉しくて、飛行機を一生懸命探して、少しでも安く帰れるように、ね、
協力していただきたいと思っております。いつも家族の他の子供たちのためを助けてくれる娘なんでですね、せめて飛行機代を安くすることぐらいね、助けてあげたいなと思っておりますね。それは実は書いてなかった、ブログにも書いてなかった本当の理由なんですね。ラジオを聞いた人にだけお知らせします。で、まあ、今言ったのはラジオを聞いてて、もしそれがってのはご飯弁当のことですね。それがユダヤ牧師らしいなと妙に納得し、ニヤニヤしながら、拝見しておりしまいましたと。まあ、弁当で遅れたのは私らしいですでも確かにそうですね、ご飯大好きですから。もしかしたら切符は買わない直されたのでしょうかと。いえ、行って戻った場合、改札を出なければ、別にそれはルール違反じゃなくて、違反じゃなくて、その区間は構わないんですよね、確かね。だからそれでそのまま行けました、うん、ね、インチキをしたんじゃなくてですね、乗り越し間違えたので戻りますということで大丈夫でした。でもその大変だったことのおかげで、本来なら私の書いたメールをピンチヒッターで登場したご本人に読んでいただくなんてことが実現したわけです、うん、誰もこれもこの番組の偉大なるプロデューサーである神様の演出なのではないかと私は感謝しております、うん、なんか静寂さん、いいことが変わってまいりましたね静寂さん、これはもう静寂さんの、ね、宣伝にも神の素晴らしい演出があるのかもしれませんね、はい、楽しみにしたいと思います。リクエストは風の響きに週からピースをお願いしますと、静寂よいということですね、ピースをここで聞いていただきたいと思いますけれども、本当に選手は申し訳ありませんでした。でもそのおかげで直接ね、本人が読んで、向かってきて本当に良かったなと思っております。すべて神様に祈祷したので本当に感謝です。それでは1曲目はですね、静寂さんのリクエストを聞いていただきましょう。はい、それではオープニングに聴いていただく曲はピース、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聴きください。静寂さんのリクエストでピースでした。それで2曲目のリクエストに行く前にですね、
先週3月1日から始まりましたオーケストラ、まあ、先週の土曜日少し紹介されたそうですけれども、まあ、実際1日の日にオーケストラが始まりました。オーケストラといってもまだ5人で、楽器はクラリネット、フルート、それから、バイオリン、それからクラシックギターという、まあ、4つの楽器で、まあ、それとはいつもの通りの先週はベースとギターとピアノ、それからキーボードが入ったんですけれども、まあ、今度はちょっとベースを外そうと思ってるんですが、オーケストラが始まりました。で、どうでした、純子さん。私はですね、久しぶりにって言ったらあれなんですけども、本当涙がずっと流れてて、賛美してる間に、3月1日という日を忘れないっていうぐらい、本当にまだ駆け出したばかりなんですね。で、バイオリンも1本しか弦がなくて弾いてたんですけど、でもなんか涙が止まらなくて、このままなんかこれから本当に神様が祝福してくださって、リバイバルっていうか、たくさんの人が教会に来られるなんか形にこうなっていくんだなっていうことを感じました。はい、はいはい、私も非常にその一緒に賛美をしながらですね、なんかちょっと今までにないご臨在と力強さ、深さを感じることができまして、すごいなと思ったんですよね、うん、でもちろんまだまだ技術的にはですね、いいと思うんですけども、一つ驚いたのは、礼拝が来たり来なかったりして中学生の子が入ってきたことと、うん、その前の週に洗礼を受けたばかりの、もう60代でしょうかね、はい、のご婦人の方が入ってきて、クライネットとフルートかな、で面白いのはその洗礼を受けたばかりの60代のご婦人と中学生の子が来てて、はい、すごいその広がり、幅の広さと、信仰的にも広さと、なんかすごくなんかそれを感動いたしました。で、一方でその、昔ギターを弾いている方はいつも足を組んで、おとぼけさんと言われてるんですけど、その方は弾いていて、で、まあ、バイオリンもあって、まあ、すごく良かったなと思いますし、またそれを見ていて他にも自分も加えたいと思った方いたようですし、楽器があればもう入りたいと思っている方もいて、トロンボーンから出る方がいるんですけども、まあ、楽器はないんですけども、なんかすごくこれからもっと広がっていくぞっていう、すごい期待感を持たせてくれましたよね、で賛美時代は変わったというふうに思います。どうでしたか、オペレーターさん。よかった。はい、まあ、簡単な日本語ですね、はい、英語でもいいですよ。ペラペラペラって英語で喋った後やつやつやつやれば。いえ、オーケストラっていうのは私の、すごく好きだったので。あ、クラシックを聞いてるんですか。ずっと聞いていました。そしてへ、初めて知りましたね。そういう時が、どういう時っていうか、そういう、そうでした。いつ頃そうだったんですか。そうですね、二十歳過ぎずまで小さい時がクラシック。そうです。へー。ですので、でもそれ以降あんまりそういうの全然しなかった。オペレーターさんはクラシックなんですね。あ、そうですか。クラシックイングリッシュファーストビューティーですね。あ、そうなんですね。楽器できるんですか。ですね、全てやろうとしたんですけど、高校に入った時も、クライネットしようとしましたけど、うん、半年やって音が出なかった、一人だけどうしても音が出ない。それで、おとなしの構えですね。なんか自分で交代しました。それもやってないんですね。そうですね。やっぱおとなしかったんでしょうね。おとなしって。そうですか。わかりました。じゃあどうですか、今から50の寺内で。そう、やってみたいとはいつもずっとどの年代の時も思ってたんですけど。どの楽器をやりたいですか。バイオリンをやりたいっていうのが、ね、あ、じゃあビオラか、なんか、ビオラがいそうですね。ビオラってこうやってですよ。いやいや、ビオラはバイオリンよりももうちょっと大きい、音が低い。ですね。純子さんの あれは入らないんですか、マンドリンは。マンドリンオーケストラっていうのがあって、マンドリンにマンドラ、マンドチェロ、そしてギターがたくさん入るんですね。だから本来のオーケストラにはギターは入らないんですね。はい、そうですよね。だから、だけど、ね、でもまあ教会だから何でもありでいいんじゃないですかね。ですね。だからまた違う。純子さんはマンドリンは持ってるんですか、楽器。マンドリンはですね、先輩が貸してって言って持ってっちゃって、持ってっちゃったんです。だから先輩に返してって言われる。あ、言った方がいいですね、死のためだから。
もうちゃんときちっと言った方がいいですね。ですね。弾いててもらう方が音は良くなるので。だから今まで終わったけどこれから返してもらって、ね。心配返してくださいって。はい。はい、ぜひぜひですね。はい。で今度はですね、毎週礼拝ではもうオーケストラなんですけども、3月の明日の次の次ですかね、明日15日、22日、29日の日に、実は長崎県の賛否大会の予選がありまして、それが5時半からあって、7時半に終わろうと思っていますが、7時半から今度は長崎カリスマ聖歌があるんですが、九州中から集まってくるんですが、その九州の方々もオーケストラに加わってですね、はい、前半後半するとちょっと隣近所のものなので、うん、前半にオーケストラ付きの賛美をします。少なくともチェロ と、それからクラリネットかな、なんかいくつかはもう確実です、うん、2人は最低確実です。もうそれ以外にも何人か入ってきそうなので、うん、もうさらに、ね、素晴らしいのができるのを楽しみにしてほしいと思います。まあ、オーケストラが良、ね、かったなと思いますけれども、さて、ですね、ぜひね、礼拝に来て、どうしても礼拝に来れない方、オンラインで聞いてあげれば、そのオーケストラ、まだオーケストラの音を拾える、まあ、ちょっとできてないので、そのオーケストラの音を拾えるように、少しね、装置を早く作って、機材をちゃんと買うことができてですね、オンラインでもそれを感じ取れるようにしてほしいと思うんですけれども、ここで1曲リクエストをかけたいと思いますが、佐賀友さんからですね、リクエストをいただいております。これはお電話だったのかな。安らぎ12週の52番の天の声に憧れてを、ベストアルバムより かけてくださいというふうに坂友さんからのリクエストですけども、ぜひ坂友さんですね、また教会でお待ちしています。教会で共に礼拝できることはすごい恵みですので、教会は目に見えなくてもイエス様が満ちておられて、キリストが満ち満ちておられて祝福を受けますので、ぜひ明日教会でお会いできるのを楽しみにしています。それではお願いします。はい、2曲目聴いていただく曲は天の故郷に憧れて、作詞作曲ダビデ前田さんです。どうぞお聞きください。感謝さ
佐賀友さんのリクエストで天の故郷に憧れてでした。プレスが賛美しておりますよ。なかなかあの味のある賛美だったように思います。さて、それでは今日は本当に久しぶりですけれども、 I believe in miracle、 私は奇跡を信じるをですね、少し久しぶりにお読みしたいと思います。今日は、ブルース・ベーカーというですね、5人目の人、6つ目の話ですけど5人目の人ですね、くっついてお話をして読みたいと思います。これほど嬉しそうな様子をした人にはちょっとお目にかかれそうにもありません。私はよく講談からぎっしり立っている人たちの顔を見渡しますが、いいですね、ぎっしり立っているってね、早くね、長崎教会もこうなることを楽しみにしますが、ブルース・ベーカー夫妻の顔が見えて互いに目が合うと私は軽く会釈をします。その時私の心はブルースを癒された神の憐れみを主に感謝する気持ちで一つに溶け合うのですと。これも素晴らしいですね。これはね、なんかもうすでに起こり、なんか始まっている気もしますけども、ブルース・ベーカーはオハイオ州ヤングスタウンにある大きな瓶詰めの会社で働いていましたが、1948年秋もまだ始まったばかりの頃、彼は発病しました。最初はしきりに空咳が出るの程度で、見たところ大したこともなく、ブルースは少しも気に留めていませんでした。喫煙の量を減らし、咳止めドロップの2箱もあれば収まるだろうと考えていましたが、そうはいきませんでした。咳はだんだんひどくなり、毎日仕事をするのに咳止めシロップの瓶を持っていては時間を決めてそれを服用するようになりました。が、ひとしきり咳込む回復が日を追って増え、それも激しくなる一方ですと。10月7晩、仕事から帰った彼はひどくぐったりとした感じでした。微熱があり、絶えず咳込むので胸も苦しくて、彼は奥さんに言いました。ジュニーパ、奥さんの名前ですね。どうも気管支らしい。2、3日自宅で薬を飲んだりして少し気分が良くなってから仕事に戻りましたが、まだ回復したわけではありませんでした。3週間後の11月2日、昼には仕事から早引きして家に帰ってきてしまいました。具合が悪くて自分の足で立っておられなかったのです。それから約5年間、もう仕事をするどころではありませんでした。発病の第一夜、その後8ヶ月の幾晩にも及ぶ一つのパターンが決まってしまいました。彼は熱が高くなってベッドに入り、午後7時ごろ激しい悪寒に襲われました。湯たんぽを奥さんが毛布を余分にかけてくれたにもかかわらず、翌朝4時ごろまでそうした状態が続きました。その日の午後、医者は彼の病気は、ウイルス肝炎だと診断しました。それから30日間、その病気だということで治療を受けましたが、良くなるどころかますます悪くなる一方です。毎日午後になるとブルースは時計の針が6時に向かってじりじり進むのを見るのが怖くてなりませんでした。その恐怖の時間になると自分をどんなものが待ち受けているのか嫌というほど分かっていました。世に世を継いでそっくり同じパターンが容赦ないくらいきっかりと繰り返されるのです。6時から7時にかけてひどいおかんに取りつかれ、ベッド全体が震え、歯のカチカチとなる音が隣の部屋でも聞こえることです。一旦寒気がしだすと、今度は一晩中おかんと発汗を交互に繰り返しての朝5時ごろまで続き、それからぐったりして寝込みますが、それも1時間かそこらでひとしきり咳込んでは再び目が覚めてしまうのでした。一番目に答えるのはおかんなのか、それとも発汗か、あるいは咳をすることなのか、どれかと言われてもちょっと返答に困るぐらいでした。というのは、寒気がしだすと全身ぐっしょり汗をかいて、ベッドはマットレスまで汗が染み通ってしまうからです。奥さんのジェニーパは毎晩少なくとも4回彼のベッドを取り替えなくてはなりませんでした。このものすごい汗で衰弱がひどいため、医者の表情は深刻になってきました。やがて中でも一番恐るべき状態が病気の本性をはっきりとさせてきました。つまり、おかんに襲われて吸い込むと決まって呼吸ができなくなり、どんな薬物治療も好みの気もよだつような呼吸量の不足は救えそうにもありませんでした。何遍となくブルースの顔は土色に変わり、舌を口からだらりと出しては必死に肺の空気を押し出したり入れようとしたりしていました。奥さんはそう語ります。幾晩もジェニーパは徹夜で彼のベッドのそばに座り、ひだまずいて祈って過ごしました。神だけが彼の救いであることが私には分かっていました、と彼女は淡々と言います。30日過ぎて、おかんと汗の繰り返しでヘトヘトになり、絶えず咳込むので消耗しきってしまい、呼吸が一段と困難になったブルースはもう何とかしなければならない状態でした。医者は彼の病気がビース肺炎だけでは説明のつかぬことを知りました。それから2、3ヶ月、
病院を、病院というのは病気の原因ですね。病院を突き止めるため、ブルースはマラリアか、オウム病か、それとも結核か、あるいはマルタ熱か、ということで検査を受けました。あらゆる検査の結果、そのいずれでもなく、また病状の方も一向に収まりません。ついにオハイオ州、ヤングスタウンのサウスサイド病院にいる医師たちの一人が、ブルースから詳しく、発病前の仕事の内容を聞き出しました。その医師は、殺菌用の便箋蒸気の水にアルカリ性の薬品が混ぜられることを突き止めました。ブルースは屋外で棒を使ってその混合液をかきまえていましたが、その医師の話説によると、風が吹いたときにブルースはそこから蒸発したものを多量に吸い込んだに違いないというのです。医師はこれが原因で肺に損傷を受けた疑いがあるとして、患者をクリープランド市のブロングテンクリニックへ連れて行き、とりあえず下した診断の裏付けをしてはどうかと提案しました。それが実行に移され、そこのクリニックでこういうことが分かりました。彼の肺はやはり、工場でアルカリ性のガスを吸い込んだため、ひどい炎症を起こしていたのです。彼の病気は、肺気腫と気管支喘息だと診断されました。そしてクリープランドでは、かなり長期の治療を受けましたが、病状は相変わらず、はかばかしくありませんでした。肺気腫という病名は、馴染みが薄いかもしれませんが、これは肺がんと結核を合わせたものより、かなり多く見られます。またこれは診断が難しく、よく気管支炎とか気管支喘息と間違えられます。この病気は肺が空気でいっぱいになり、患者がそれを吐き出せなくなる病気です。つまり息を外に出せないため、呼吸が困難になる。肺は広がりっぱなしで弾力性を失います。横隔膜は正常の呼吸の場合では自由に上下運動をしますが、これが徐々に平たくなって動かなくなります。正常な人は静止しているとき、1分間に約14回呼吸をしますが、肺気腫に侵された人は、1分間に30回呼吸してもまだ十分な酸素が得られません。そして慢性的に全身の酸素が欠乏し、筋肉は酸素の不足と使われないために弱まって、ついにはちょっとした動作をするにも、患者の側では超人的な努力を要することになります。すごいですね。この病気のもう一つの特徴は、どれほど強く咳をしても、煩わしい粘液を外に吐き出す機能が患者になくなることです。無理して無駄な咳ばかりしているうちに気管支が破れ、そこが膨れて傷がつき、厚みが増してだんだん狭くなってきます。こういった症状に対してこれといった治療法はまだ知られておらず、ただ一時しのぎの療法が試みられますが、これすら効く場合とそうでない場合とがあります。これに侵された人は皆治療には関わりなく、呼吸困難に悩まされながら生きるための戦いを続けていくしかないのです。治療法がないってことですね。肺機能を失う程度は肺に受けた損傷によって違います。ブルースの場合、肺にひどい炎症があり、医者の見立てはでは損傷の度合いが重くて一生治るまいということでした。彼は事実上全く肺機能を失ったも同然でした。最初、ビーリス肺炎という誤診を受けてから8ヶ月間、ブルースはずっと一晩中続く悪寒に悩まされていましたが、その間、二晩以上続けて悪寒なしで過ごしたことがそれでも3回ほどありました。ようやく短時間ならベッドから離れてもよいと、許可されたものの、彼は 2,3 歩歩かぬうちに決まって呼吸の不足から急激に苦しくなるのを覚えるのでした。寝室からキッチンはすぐでしたが、と彼は語ります。何か食べようとしてそこからキッチンまで歩いていくと、テーブルのところでヘナヘナと崩れて、15分もそこで座ってからやっと一口食べられるといったありさまでした。数ヶ月が数年になり、その間ブルースはヤングスタウンで3回入院しました。そして都合9人の医師から手当てを受けましたが、誰一人、またどの治療も彼を救えませんでした。彼は4年以上も動くことができず、彼の言葉によると、座るか横になっているのが精一杯という状態がついたのでした。その年月の間にも、よく思い出される夏の幾日か、彼は宿泊して、一息入れてはそろそろと庭へ歩いていくことができました。そこにじっと座って、私が芝を刈るのを眺めていましたが、そして自分は力なく座り、私が芝刈りをしてなくしなくてはならないので、ブルースの顔に涙が伝ってこぼれていましたと、ジェニーパーは思い出しています。まあ、辛かったでしょうね。ブルースは当時、クリスチャンではありませんでした。しかし、神ならどんなことだっておできになると私にはちゃんと分かっていました。と彼は言っています。ブルースも奥さんも放送を聞き、このキャサリン・クルマの放送ですね。ブルースの病気の期間中、ジェニーパは3回か4回彼を集会に連れて行きました。
どうやってあそこまでたどり着き、ましてやドアが開かれるまで並んで立ちっぱなしで折れたのか全くわかりませんとブルースは言います。そのこと自体、彼が私たちとどれほどずっといてくださったかという何よりの証拠です。私たちが初めて行って人々が神から癒されるのを見たとき、神は実に素晴らしいお方だとこれまで以上にわかりました。その日の午後、自分が罪ある人間だと知りましたが、同時に神は私を愛しておられる、他の人たちに愛されたことは私にもしてくださると納得がいきました。妻が本当によく時には一睡もしないで私のために夜通し祈っているのを見るうちにとブルースは告げます。私が癒されるものならやはり私も祈る必要があると気がつきました。祈りはあまり上手ではありませんでしたが、自分で知っている限り一生懸命に祈ったのです。1952年11月初め火曜日の昼時のこと、ジェニーパがご主人に言いました。クールマン氏に祈りのリクエストを書いたらいいと思うけど、でも私じゃなくあなたが書くのよ。これはあなたと主の間の問題ですから。彼をキッチンのテーブルのところに座らせたまま、彼女は鉛筆と紙を持ってきました。その場で彼がリクエストを書くと、ジェニーパは早速その手紙を出しに行きました。それから4日目の土曜日、ジェニーパはオハイオ州マンジェル、マジューリで店とレストランを持っている姉のところで2、3時間ずつ働こうと考えていました。ブルースは丸4年仕事から離れ、その頃はもう労災保証金が少々入る以外は全然収入がなくて、ベイカー家はやはりやりくりが大変になっていました。それでジェニーパは病気のご主人を長時間一人きりにさせずに、そして自分にできるだけ働くことにしたのです。ところがその土曜日に限って彼女はご主人を置いていくことが妙に気がかりでした。彼の方は普段より具合が悪そうで、毎日何が起きても電話では彼女に連絡が取れませんでした。経済的に余裕がなくて、だいぶ前に電話を外してしまっていたからです。あれやこれや心配で、マジューリには行かないでおこうとしたかしらと考えたりもしましたが、やはり思い切って行くことにしました。その前日、4トンの石炭が配達されてきたので、支払いのために1セントでも稼ぐ必要があったのです。それは庭に置かれたままになっていて、日曜日に親友が来ればそれをシャベルで地下室に入れてくれる約束になっていました。ジュニーパーは30分ほど前に出かけ、ブルースは座り慣れた自分の椅子に腰を下ろしていました。ふと、と彼は語ります。私の打ち傷によってあなたは癒されたと神が言われる通り、神に従うのは今だとひらめいたような気がしました。そこで顔を上げて、私を癒してくださいと神にお願いしました。神があれほど多くの人たちを癒されるのを見てきたからです。その途端、ブルースは自分の胸に大きな温かみが広がるのを感じ、それから胸が非常に気持ち悪くなりました。そういった感じ方をしたので、全くたまげてしまいましたが、次の瞬間自分にこう言い聞かせたのそうです。神を恐れてはいけない。もともとこうなることを願ったのだから。それからよろめくようにして浴室に行き、洗面台に寄りかかりながら一息出ました。すると突然、彼の口から、大きなコップ一杯ぐらいの重苦しい透明な液体が出てきました。彼は顔を上げ、思う存分吸い込んだその深呼吸は実に4年ぶりのことでした。引き換えた後ですね、その気持ちと言ったら何と表現したらよいか。彼は笑顔を見せて回想します。庭に出て休みなしにあっちへ行ったりこっちへ行ったり、笑い声を上げる、泣く、そして神に感謝するというのがみんな一時にできました。夕方、ジェニーバが姉のところから帰ると、山積みの石炭があらかた庭から消えているのに気づきました。4トンの石炭のうち、3トンをシャベルで運んだのはブルースでしたが、彼女は家に入ると、真っ先に声をかけました。具合はどう？元気の良い、落ち着いた返事を聞くと、寝室へと足を運びながら彼女は行きました。私が留守の間、あの石炭を地下室へ入れてくださったのは誰かしら？私だ、という返事とともに、ブルースはリビングルームに姿を現して奥さんを出迎えました。彼女はその顔を一目見るなり、何が起きたのかを悟りました。そして二人は共にひざまずき、神に感謝を捧げたのでした。その晩食事の時、ジェニーバーはご主人に尋ねました。どうして庭の石炭を
れっぽっち残しといたの。疲れすぎて全部やれなかったかさ。いや。とブルースはいたたらっぽく笑って答えました。明日、ノーブルがこっちへ来て、石炭を入れてくれるつもりしているね。ここに来て、何もないんじゃ申し訳ないと思って、彼の分を残しといたんだよ。2日後、この4年以上、5歩も歩かぬうちに、ひとしきりせき込み、必ず立ち去り、立ち止まって、一息入れなくてはならなかった、あのブルース・ベーカーが、下腹から町までの2マイルを歩き通しました。軍役所の町前まで来ると、足を止め、この4階の建物を見上げました。ここにエレベーターがあることは百も承知でしたが、歩くことにしよう、というので、深く息を吸い込むと、元気よく建物の中に入っていきました。そしてほとんど歩調を崩さず、階段4階まで歩いて上がり、もう一度降りてきました。これが神なのです。ブルース・ベーカーが癒されたのは、この本が書かれた10年前のことです。医師たちが調べても、彼にはどこも悪いところがなく、その肺は完璧であるということを医師たちは証明しています。彼は現在、動員の仕事で生計を耐えていますが、とりわけ動力付きの芝刈り機を使って、斜面を登ったり降りたり、朝の8時から時には午後3時過ぎまで働いています。ちょっとした肺がなければ、ああいうことはやりませんよ、とブルースはにっこりします。そして喜びに輝きながら話を続けます。神が私たちを癒してくださる時の気持ちは、言葉では言いようがありません。ジェニーパも私も、毎日の生活で神に感謝しています。そしてお返しとして、神のために何かをしようとしているのです。積極的な信仰は神を頭で信じるだけでなく、行動を伴います。神の御言葉通り、神に従うのは今だというのが分かったんですね、あの時。と彼は語っています。ヨシアとイスラエルの子らがエリコの城壁の周りで最後の行進をするという、あの輝かしい記事に私はいつも胸が躍ります。主は彼らにその町を約束しておられました。さて7日目、彼らはその町の城壁をもう6回も回っていましたが、レンガ一つ動くでなく、漆喰は1センチもずれず、城壁はひび割れ一つ起こしません。が、神は約束しておられました。その謎に記載したちが、その笛を吹いたとき、ヨシアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。城壁には少しの割れ目もなく、一つのレンガも崩れていなかったのですが、そこで民が大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取ったのです。勝利の秘訣は、この信仰の叫びです。これは神の御言葉の権威だけに基づき、勇気を出して約束された勝利を自分のものと主張することです。積極的な信仰により、思い切って実行に移すまでに神を信じる。その時何かが起こらぬはずはありません。ブルース・ベーカーがですね、奇跡的な野菜たちを思いましたけども、まあ、彼は今がその時だってことでね、信じて踏み出した時ですね、まあ、完全に癒されたという気がしています。本当に久しぶりだとちょっと一気に読んでしまいましたけれども、ここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。言葉というね、風の響きの一週からです。はい、次に聴いていただく曲、この曲も、作詞作曲ダビデ前田さんで、言葉、どうぞお聴きください。決して
はい、言葉という賛美でした。青空さんから、メールお手紙をいただいています。ちょっと時間の関係で全部読めないかもしれませんけど、青空さんご了解ください。ゴスペルメッセージをサタデーナイトの皆様、こんばんは、青空です。こんばんは。こんばんは。3月に入り、まだ寒いけれど春だなと感じる日々です。確かにそうですね。ずいぶん暖かくなりました。私の周囲でもなんだか新しいことが次々と起こっています。まず職場ですが、近所にあったクリニックがなんと2つとも続けて閉院し、そこに通っていた患者さんが一気に私の働いているクリニックへ来られるようになり、とても仕事が忙しくなりました。おお、すごいですね。またホームページをどんどん更新するので、ぜひうちの教官に来ていただきたいですね、この院長。ネット見てきましたと、はるばる五島や大村からやってくる患者さんも増えました。長崎教官も五島や大村から来ていただきたいですね、はい、私の職場の先生はとっても優しい先生です。ものすごく丁寧に患者さんの診察をされます。私はすごく尊敬しています。きっとこの病院は長崎でも名の知れた病院になる、私はそう思います。息子のサッカー部の方も6年生になるということもあり、日曜も試合に来てほしいなということをちらほら聞くようになりました。分かってはいたのことですが、クリスチャンならではの悩みかなとも思います。息子は今ぐんぐん上達しているという監督さんのお話を聞きました。一度きちんと話さないといけないと思っていたので、私がなかなか体が思うように動けない病気のことや教会に行きたい、また行くようになったいきさつを話しました。そうしたらそのことで話し合いをしてくださり、あまり私や息子が負担にならないようにとのことを他の保護者の方に言ってくださいました。優しいですね。職場でも部活のことでもお世話になりっぱなしです。うまくお返しがしたいと思うけどできないことばかりで、いつもいつも申し訳ないという気持ちです。とちょっと飛ばさせていただきます。聖書には愛を追い求めなさい、またいつも喜びなさいと書いてありますが、私にはそのことができないというか分かりませんでした。どうしたらそうできるんだろうと分からないのです。とだからいつも心が苦しいのです。あれをしなきゃ、これをしなきゃできなかったら誰かに怒られるかもと、ものすごく恐ろく怖くなります。これはね、根本的に違いますよね。愛を追い求めなさい。愛ってのは動詞なんですね。名詞ではなくて、常に愛するって動詞で、その愛することを追い求めていく、それをこうやってんで、愛することをすると傷つくことがあるし、愛すると痛むし、愛するのは忍耐、愛するってのは一瞬間的に燃える情熱ではありません。相手はどう変わっても変わらない、まあ、心っていうか思いですね。それで、そしてまた傷つくこと、愛は傷つきますね。でもそれでもやっていくということですよね。で、しなきゃいけないからするっていうのは立法的な感じですね。今すごく恵まれた、環境、だからいつも心が苦しいです。あれをしなきゃ、これをしなきゃできなかったら誰かに怒られるかもと、ものすごく怖くなります。今すごく恵まれた環境にあるにもかかわらず、あの人からこう思われるかも、できなかったら怒られるかも、なんでこんなにマイナス思考なんだろうと、つくづく嫌だなと思います。だけど誰も私のことを責める人はいません。無理しないで、無理しないで、一人で頑張らないでと、お世話になってばかりなのに、何にもできなくてもすいませんすいませんと言ってる私に、みんな笑顔を向けてくださいます。自分自身のように隣人を愛せよ。愛はすべての背きの罪を負う。愛は耐えることがありません。聖書にはたくさんたくさん愛についてのことが書いてあります。愛するということ、愛されるということは全くわからない私ですが、今少しずつそれを感じれるようになった気がします。教会に来る前は自分さえ良ければそれでよい、傷つきたくないからなるべく他人をさと深く関わらず当たり障りなくという感じだったんですが、今私はいろんな人の中に入っていけるようになりたいと思いました。この聖書に書いてある愛するっていうのはですね、基本的にはアガペ、神様の愛ってことを言ってますので、神様の愛で私たちは愛されている。でそして備えを自分の力で、聖霊の恵みによって私たちも備えを流していくってことですね。それが、まあ、ポイントなんですね。で、神様の本来計画された私になりたいです。そうですね、自由な子になりたいです。アーメン。御霊のあるところには自由がありますと聖書があります。聖霊に出された自由ね。もう一つは真理はあなた方を自由にしますと。聖書の言葉は真理なので、聖書のことを正しく学ぶと、立法的じゃないですよ、正しく学ぶと自由になります。何一つうまくできませんが、私がその時その場所で置かれている使命を果たしたいと思います。人の評価ではなく、神様の喜ばれる私でありたいと祈ります。アーメン。毎回長くなってしまってすいません。読んでだけありがとうございました。青空よりということですね。はい、はい。
あの一つだけね、愛する一番簡単で、そして実は一番力強い方法は祈ることです。その愛する人のためにですね、それは、よく祈るっていうのは最後の手段で、何もできないから祈るっていう言い方よくされますけど、祈ることは全能の神の手を動かしますので、実は最も力強い武器で、一番愛することを力強く表していく鍵になります。そう信じているクリスチャンの種が少ないのはとても悲しいです。そしてそれを実行しているクリスチャンはもっと少ないのは辛いですね。でもクリスチャンたちが本当にそれを信じて、もし実行したら、日本も世界もものすごく変わると思います。祈ることは実は愛することの最短コースで最も力強い道だということをぜひ忘れないでいてほしいと思います。さて、ここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。この栄光を改めてですね、チェコの方が作られたので、チェコ語と日本語の両方ですので、よろしくお願いします。はい、次に聴いていただく曲は栄光を表したまえ、作詞パベル・ベルニッツァさんですね。日本語訳はサリーさんです。どうぞお聴きください。Zjev nám svoji slávu, přijď a uzdrav naši zem, ať každý člověk zdá ti chválu, vždyť ty jsi náš Bůh, jen ty jsi náš Bůh. Já vím, že Ježíš je blízko, já vím, že on už přichází a touží spatřit náš národ, jak spasení nachází. Prosíme tě, zjev nám svoji slávu, přijď a uzdrav naši. Oh, yeah.
主に壊してくださいでした。それでは本当に短く一言ですけれども、セッションでお願いしたい、お話をしたいと思います。お願いします。はい、今日は第一ヨハネの手紙4章の8節からお読みします。と、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。はい、神が私たちを愛してくださったんですね。私たちが神を愛したのは、まず神様が愛してくださいました。備えに出会い、備えを受け取ることが大きなポイントになりますが、私たちのために、また私たちを本当に愛して、私の罪と呪いの身代わりとなって十字架で私のために死んで、私たちを罪から解放し、罪を許し、呪いから解放し、本当に祝福を受けれるように、イエス様は神地獄に生き、そして復活して、この地上でも勝利者と生きれるようにイエス様をしてくださいました。まずイエス様が、神様が私を愛してくださった、備えを知ったときに私たちも愛することができるようになります。で、今晩この愛をあなたも受け取ってほしいと思います。信じるだけです。それでは祈りますので、私について声を出して祈ってください。その時神様の愛があなたに注がれてきます。天のお父様、天のお父様、心を開きます。心を開きます。イエス様を信じます。イエス様を信じます。神様の愛を、神様の愛を私に注ぎ、私に注ぎ、私の罪を許して、私の罪を許して、十字架によって許して、十字架によって許して、復活の命で、復活の命で満たしてください、満たしてください。イエス様の名によって、イエス様の名によって祈ります。祈ります。アメン。それでは続けて、癒しのために、また問題の解決のための祈りしたいと思いますので、あなたのどんなことでもいい、自分でも家族でも友人でも病気でも経済でも仕事でも学業でも、その前に出しましょう。天のお父様、キリストやそうなって今地の神の前に出てまいりました。一人一人が心から願っている願い、求め叫びを答えて、癒してください、解放してください、解放してください。イエス様なんて心と体を癒されよ。膝を癒されよ。腰を完全に治れ。脳梗塞を完全に癒されよ。後遺症も消えてなくなれ。振動に触れてください。水道がん、肝臓がん、肺がん、子宮がん。イエス様のために癒されよ。イエス様の体に触れてください。また、躁鬱病、統合失調症、不安神経症、パニック障害、イエス様のためです。完全に治れ。全く恐れを締め出します。恐れから解放してください。お仕事を祝福し、学業を祝福し、進むべき道がまさに神の道となるように、どのようなことがあってもそれに立ち向かっていく勇気と力を与えてください。あなたを褒めたたえます。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは少し時間を押していきましたけれども、まずメール、電話、それから住所ですね、アドレスを順子さんお願いします。はい、メールアドレスです。 767jesus@gmail.com 767jesus@gmail.com までお便りください。またお手紙もください。郵便番号8116852-8116でした。852-8116、長崎市平和町 5-6-2階、長崎市平和町 5-6-2階です。電話番号は 095-843-3178、 843-3178です。はい、電話、お便り、メールをお待ちしていますので、ぜひですね、どんどんお願いいたしたいというふうに思います。佐野さん、またお電話お願いします。静寂さん、本当にここまでありがとうございます。続けてお願いいたします。それでは他の方々もですね、本当にありがとうございます。それでは明日の礼拝案内をお願いいたします。はい、3月8日の礼拝案内です。朝一番早い早朝礼拝6時から、そして第一礼拝は7時半、第二礼拝は朝の10時からです。この第二礼拝がメイン礼拝となっております。小さなお子様をお連れの方も、外国人の方も、この10時の礼拝にいらっしゃってください。そして朝どうしても来ることができない方、午後2時から礼拝を行っています。また午後3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝を行っています。通訳もありますので、日本人の方もいらっしゃってください。そして夜7時からカリスマ礼拝があります。また月曜日は朝の10時10分から月曜礼拝を行っています。そして水曜日の
朝10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります、はい、そして金曜日、はい、金曜日が夜10時から、徹夜祈祷会、そして土曜日は14日、3月14日午後3時からチャペルコンサートがあります。今までは司会がいたんですけど、今回は司会なしのチャペルコンサートで新しい試みですのでね、ぜひおいでになってほしいと思います。またオーケストラとか、クワイアが初めて参加するかもしれません。ちょっと私はよく知らないんですけども、ね、だから楽しみに来ていただきたいと思います。はい、それではですね、今日もラジオ聴かせていただいております。明日礼拝でお会いできるのを心から楽しみにしています。それでは主の祝福が皆さんに豊かになりますように。おやすみなさい。おやすみなさい。